ピューキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースドンドスキップスクーウィークカッコトロールみたいな感じだとは思うんですけど、今日はめったにない 3D のトロールコースやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.18%。 そして 3D のギミックなんて全然覚えてないからね。めっちゃ引っかかる予感しかしないね。もう唇植物が邪魔してきやがった。じゃあこのハテナは何？息アップか。多分これ全部息アップでしょ。っていうことはもう上しかないのか。上行ってみます。どうなる？こっちが正解っていうことをちゃんとやってくれよ。何を押し戻すって。じゃあスタートした瞬間右ダッシュしてこの唇植物を抜けろっていう感じだね。そんでここはどっかに入る。じゃあここは土管の上から行けばいいんだよ。この砲台を避けて、いやー開幕速攻いろいろとやるじゃねえか。これだから 3D のトロールコースは全然わかんないんだって。じゃあ一旦上に避けておいてこのまんま進めるっていう感じだね。この度数はどうする？一旦右にやっておこっか。いやー、これは度数の右側を行けっていう感じだね。そしてここでワップブロック、絶対こっちが正解だよ。さあこのまま敵を押し寄せてきてる。わかったよ。この場所で何もしなかったらいいんだ。そんでこのまま右に進めばいいんだね。さあこっからどうする？またブロックが押し寄せて、はあ、鉄球が押し寄せてくんの？大丈夫、ここにいれば大丈夫だよ。ナイス。これ右でいいのかな。いや右は何もないのか。じゃあこの土管に入っていくしかないで、ね、さあ進んでいきましょう。どうなる？こっから。左は罠っぽいな。もう違う罠が出てきやがった。頼む救世主、何か出てくれ。このレスコーがーもう分かりました。この土管から出てすぐ右のワープブロックに入れっていう感じだね。絶対これで合ってる。さあ進んでいきましょう。なんか違うっぽいぞ。この音楽は大丈夫か。いや大丈夫大丈夫。このまま上のワープブロックでいい。こっちしかないもんね。熱い熱い。このまま上に進。いやこのマグマの場所が全然まだ分かんないんだけど、一旦このまま上に乗っておこうか。そしたらなるほど、このまんま連れてってくれるっていうわけで、こっからジャンプして左に行けんのかな。ジャンプ、やっぱ左に行くしかないよね。さあここで中間ポイント。なんで中間ポイントの方じゃないの？ビビらせるのかって。もう一旦ここから右に行けるね。いや絶対今中間ポイント取らせてくれないと思いました。じゃあここは右のハンマー取って上。どうなる？こっちはもう違うような気しかしないぞ。いやじゃあここはハンマー取ったらいけなかったっていうことだね。なんで上に行きたいと思います。このブロックは上かな。上からなんか降ってくるみたいな。なるほど、敵が降ってきて先に進めるっていうわけで、ね、さあこのドアに入っていきますか。次は上か下か。下のびっくりマーク気になるよね。ここででくり返し。どうなる？引っ掛けさせるつもりはあるのか制作者さんよ。そんな罠じゃ僕は引っ掛かりませんよ。そこだなぜさっきここでジャンプしたんだろう。わざわざジャンプしないで扉に入ってればよかったものを。さあここでめっちゃ焦った。今絶対やられたと思った。ここはもう左しかないよね。左って、うわなんかもうナイスキャッチ。あのピッチングマシンなかなかいいコントロールしてやがる。ここでジャンプ、ナイス。そしてこのまま鉄球についていけっていう感じで、大丈夫かこれは。どっちに行こう、ワープブロックかどうか。ワープブロックを使用する。うわ今ブフーみたいな感じだったよ。ダメてー、2分の1を外してしまった。右のドアに入ればよかったもの。これはジャンプしてなんかないか。大丈夫、よしよし。さあ進んでいきますか。ここはピンクい、うわ罠っぽいよな。あのピンクい、あっちが罠だったか、熱こうよ。じゃあここはね、ジャンプしたらピョンチューも一緒に来るから、ジャンプボタンを入力しないで先に進めっていうことだと思うんですよ。さあ進んでいきますか。ここでうわどうしよう、でんぐり返ししてみる。一旦でんぐり返ししてみる。そしたら合ってんのかこれは。なあ、なんか地獄へ真っ逆さまみたいな、そんなだよね。何もしないで降りれってことかな。そしてなるほど、これでピンスイッチが発動されないっていう感じなんだね。じゃあここで透明土管に入って進みますか。大丈夫、このまま早く土管に入っていこう。何かされるよ絶対あの土管。さあここでラストの中間ポイント、ちゃんと取った。今ちゃんと取った。
ねえ、取れてないでしょ今の絶対取れてないよね、あれ。え、どっちなんだろう。取れてないやんかじゃあここはすぐジャンプして取る。よし、オッケー。これでやっと取れたね。で、バーブロックを叩いて、さっき鉄球が来たんだよな。この鉄球を避けておいて、こっからどうするかなんだけど、一旦右に行ってパンを発動させてワープブロックに入る。多分これで合ってると思うんだよね。さあここは面白そうなところ来たぞ。右じゃないんかい。じゃあここは車に乗った瞬間上にジャンプして渡っていけっていう感じだね。さあここは透明度感、学会度感、やべ、骨が来てる。まっせ、右に入れねえこれしゃがみ解除したら絶対やられるんじゃないの。なんで、でんぐり返しで抜けたいと思います。このタイミング、ナイス。そしてもう一回、くっそ戻されたバネに、このタイミングで上来ました。さあこれで滑るで、ね、今のやられなかったの、なかなかすごい。ここでジャンプ、なんでなるほど、ジャンプしないで右下に行けばいいっぽいで、ね、いやここジャンプしないっていう選択肢ないよねいや落としたけどいい、ドンケツ落としたけど大丈夫、かわいそうに。じゃあここは右すぐ右、これで合ってるんじゃないのかな。さあ進んでいきましょう。あのドッスンの上も気になるんだけどな。これはなんだ、やられる予感しかしないぞ。どう考えてもそうだろう。あのハテナ叩けないじゃないかめっちゃ難しい。ハテナ叩く死に耐久ですか、これは。新しいなやっと叩けた。で、次はバブリにちゃんと当たれって。この耐久面白いね。じゃあこのドアに入ったらドッスンが襲ってきたと思うんだけど、そのドッスンを何もしない、そしたら回避できる。ナイス、これで上に行けばいいっていう感じで、さあ進んでいきますか。次はどっちだ。まずいぞこれは。ボブヘッダー投げとこう、やられそう。え、どっち、あ、下じゃん。クモ、クモマジかよ。これ下の方でさ、ボム兵であのブロック破壊したらゴールできたっていう感じでしょ。うわ、ここはどこに連れて行かれるんだ。頼む、中間戻しだけは。やべ、中間待って書いてある。やったナイスブロック好き。さあ皆さん、今日はスムーズにゴールできるんじゃないんですか。一旦このドアに入って、このボム兵が来るでしょ。このボム兵を右側で破壊させておけばゴールができるっていう感じですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、10秒でできるの説明編って書いてるんですけど、説明文を見てもらっていいですか。できるって書いてるんですよすいません、この自問自答してるのにツボっちゃって、収録する前から笑っちゃってたんですけど、サムネを見る感じじゃ階段状に積み上げられたバネを当たらずに登っていけっていうコースだと思うんですよ。いや絶対これ難しいよね。バネに翻弄される未来しか見えません。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.69% だったような気がする。まあまず普通に登ってってみようか。10秒しかないからさ、結構シビアだと思うんですよね。なんで早めに登っていかなくちゃいけないと思うんですよ二段目以降登れてねえじゃねえか一回でも当たったら多分もう間に合わないみたいな感じでしょう。やばい、こういう風に、あ、リズムよくテンポよく行けば行けらず、これでも、いや全然届かんねえ。しかもこれで下りもあるの。僕はトロールコースでもいつもバネに嫌われちゃってますけど、今回バネと友達になってちゃんとこのコースをクリアしたいと思います。なかなかいいんじゃないこれ、なかなかいいんじゃないこのバネ野郎がいや一発マリオってリズム系多いよね。たまたま僕がそういうコース選んでるかわかんないんですけど、これなかなかいいんじゃない。このまま下り坂、下り坂まで行きたい。そしてこっから降りていく。おっそあれどうやって速く下るんだろうね。てっぺんに行った時点で残り2秒しかなかったからさ、登り方がまず違うと思うんだよね。ジャンプ連打で行くみたい。なるほど、こういう登り方か。よし攻略を見つけたぞいやすいません、攻略を見つけたと言っても降り方がまだ分かんないんだよね。こっから普通に右押しっぱしてっても絶対間に合わないよね。あ、いけるんじゃないのこれ。で、バネに当たって、うわ惜しい。もうちょっと速い下り方があるはずなんだよね。こっからバネに当たってみようか。なるほど、左を進化したら速く下れるんだね。次でゴールできるんじゃないかな。お母さん行ってきます。気をつけて行ってらっしゃい。学校まで大きな山があるからね、ちゃんと事故らずに行くのよ。うん、分かってる。そしてちゃんと学校にたどり着いてバネと友達に
友情撲滅。誰だ、わしの可愛い息子をいじめやがって。お前らか、集団でいじめやがって。大人の力を舐めるんじゃねえぞ。見てなさい息子ピオキングよ、ちゃんと敵は取ってやるからな。ここで右。お父さん、よくもパパキングとムスキングをやってくれたな。見ててください、僕がしっかりと敵を取ってみせましょう。誰ですかあなたは。通りすがりの赤の他人です。だが僕の力は神の領域に達しています。赤の他人さん、すげえ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。